どこであれ、あれ、ここ、スライドするだけじゃないよね。こっちでコントロールするよね。君にとってデカルコマリって何？なんやろね。ダンス仲間。ダンス仲間。ちょうどよいよな、なんか。なんかよい。田中さんはデカルコマリは？私のバケモン。福田君は？感想？いや普通の人ですよ。え？そんなごく常識人だと思いますよ。暫定六時ということで。はい。お疲れ様です。今日もありがとうございました。デカルコマリってどういう感じ？え、なんですか？デカルコマリってめっちゃ好きです。私の私のミューズ。そうちゃう？違う。私劇作もやってるんですよ。ミューズです。マリさんは私のミューズ。女神やろそれ、はい、降臨するんですよ。マリさんがいると劇作がもう進む進む。ミューズです。感想はデカルコマリ。もう今日はさらに良かったです。私もいつか、はい、参加させていただきたいです。何でもいいんで。Thank you.
簡単にはしみちゃんの夢さんは怖いかなんだ。でかく怖いのどこが良かったの？よくからん。今でも好き。で、彼女に聞いといて。で、あの、デカルコ生まれてどんな人？はい。石器時代。真面目。真面目なの？うん。いや、俺、連絡してんの？いや、だから、あの、リアル、真面目いうことは、なんか、やることをあのな適当に受け止めてれへんやな。もっと適当にせ。お、真面目に受けてんな、そう、手抜いてるな、気してたけどあの、手の抜き方もそごりがあるだ、それに乗っかってるから何からさ、うん、なるほど。そういう意味では、ずっこい。ごめん。しゃけどな。自分でもよう分かってると思うんですけども、正直言うのは、あの、割と、あの、自分に対しての正直なんです。そう。あ、それはあるね、そこは。あの、人に対しての正直とはまたちゃうね。だから、あの、ずっこい。じりと目を開いて見回す瞳にまず足かかる黒い岩の天井を意識した。ついに氷になった岩どこ。両脇に垂れ下がる荒石の壁。はどういうものだと思う。清水達夫。いや、じゃあデコルコマリーで。デコルコマリー。デコルコマリーは、本当になるがまま。本当そう。来るもの、来るもの拒まず、去るもの追わずとか、かっこいいこと言いやがってとか思うよ。なわけないよと思う、私。そんなことあるわけないよって思うけど、まあ認めるときもある。それは、うん、とても助かってるとこかもしれないね。うん、そ
人とかすごい現実的なとこありますよね。現実的だよ。やれる、やることしかできない。やれることしかできない。やることをしましょう。不器用なんですか？不器用なんですか？不器用、ある意味では不器用かもしれないけど、あ、手先は器用だよって感じ。それは関係ないけど、それは関係ないかもね。でも素直な人ですね。素直で嘘がつけない、そのまんまの、本当それはすごい思う。そんなもんでマルさん、だからマルさんいるやん。え、マルさんはどう思う？いや、分かれへんから。分かれへん、いろんな側面持ってるやん。それはさ、見ているんだ。どれの罰？一つの罰、全部の罰、それとも罰するためだけの罰？それがもちろん彼女が一番分かりやすいんだけど、彼女は私じゃない。私が彼女を信じて今年も、ずっと踊り続けてほしいと思います。以上。それだけ？うん、もうちょっとなんか言って。やべえ、うん。嫌いなとことか。いや、もうあのそばに刻まがすごいですよ。うん、それじゃない。うん。さあから、それでいい、僕はそんな。すみちゃんには、はい、デカルコマリにはいつも敬服しております。はい、よっちゃおう。行くぜー。かかったれー。行かんかれー。このままでいいのか。好き勝手放題にされている、こんな嫌な世の中、このままに背負いでいいのか。いいわけないだろ。秋休みの嫌な世の中、バドルームから目覚めよう。俺たちの反抗の理由は響き渡り、嘆きの時代は終わるのだ。嘘で固められたこの国の金持ち野郎、権力者のリーダーになって生きていくのだ。彼らはやりたい放題、俺たちのことを生かさず殺さず、バーターで首を生締め殺し、半殺し生殺しにしようとしている。国家が推し進める不正に対して本気で怒りを覚えたこともあるか。今の民主主義は、おい、民主主義とは言えない。完全に崩壊している。俺たちはこんな世の中を望んでいたのではない。奴隷と会社は最終を
我々はもう結論化され、騙され、いつまでもお前らの勝手兄弟にはさせないぞ。俺たちには失うべきものは何にもない。大好き。あの芸幅がね、あの広範囲ですよ、あの人は。踊りもできるし、セリフもできるし、もう座頭市なんかやるさ抜群ですよ、あの人は。もう惚れますね。なんかこう破壊的な役者ですわ。期待してます。頑張ってください。これ言うてるのみんな嘘じゃん。その顔のこれね、お面がええなあ。あれはどこやろ、南のウージーかな、ウージーで喋って、ひいちゃんお面がええなあ言いで、僕あいつどない考えたか知らんけど、お面の顔してると僕は思いますという話です。だからピンポンヘッドで終わり、それで終わってよ。終わってよ。いや、優しい人だけど、人当たりのいい、うん、私はね、そう思うんですけど、うん、すごくしゃべったわけじゃないけど、会えば自然に話しかけてくれはるし、感じの人やと思ってますけど、はい、以上。なんか今日はお月さんなんで、お月さんの人でまあ綺麗かな。で、デカルコマリは本人どう言ってるか知らんけど、こんな仏教徒はいません。え、仏教徒なんですか。仏教徒でしょ、彼は。本人は否定してるけど、僕から見たらどう見ても仏教徒、経験な仏教徒、まあそういうデカルコマリです。ご一緒に野山をかけたりいたしました。
ではございませんが、党として認められれば、改めて姫の尊敬も得られましょうという浅はかな考えがあったのでございます。そんな私の黒い腹を知らずや姫様は、お作りになられた孫のお宝の鉱脈秘蔵、鉱の在処の記された万金千両に値する鉱脈秘蔵を広げられて、安心様とお見つめになるのです。行き場王様がご一緒ゆえ、ゆっくりお話もできませんが、華麗には必ずと言い残し、まさかのお屋敷を後にしたのでございます。デカルコマリ面白いですね。皆さんもご一緒に。
ですけど、すごくセットもあの豪華で迫力があって、面白かったです。という感じです。はい。さんが伝えようとしていることをあの知ろうと思って見てるんじゃなくて、なんか自分のなんだろうな、答えをもらうっていうか、マリさんが、マリさんはマリさんのいろんな段取りで踊ってはると思うんですよね。そんなにあの なんかあの愛とか平和を表現しようとか、なんかそもそも別に考えてないと思うし、なんかあこうやって動いたらなんかそこでなんか物にぶつかりそうになるからこっち行こうとか、なんかそういう多分ね、そんなようなこと考えながら踊ってるんだろうなと思うんだけど、うん、だけど見ててなんかあの自分がその今ね、なんかこうやって一人でね、なんかしょぼしょぼ歌ったりしてるわけなんですけど、なんかね、それでいいよってマリさんがに言ってもらったような気がした、この間踊ってるの見てて。だから結局そのダンスもそうだし、きっと人の音楽聴いててもそうだと思うんだけど、自分の気持ちをそこからなんていうのかな、聞いてるっていうか、自分のことばっかりやね要するに、でもこの間マリーさんには、それでいいよ、そのままできることやったらいいよって言ってもらったなっていうふうに勝手に思ってるんで、マリーさんには言ってないけど、終わり。
デカルコバリはね、昔その昔かなり昔からお付き合いがあって、あるモダンバレエの団体に私は学士としてずっとやってたんですが、そこに彼は役者出身として、まあ、体の表現をしたいからといって、ダンス団体に入ってきたんです。そこからの付き合いなんですけど、でその団体が何年かやったうちに終わりになりまして、それから彼がまた中心になって、いろんな人も集まってきて、で私も参加して、流れやってたんです。結局、まあもうお分かりのように彼の、まあ、個性というものはもう誰が見てもはっきりしてて、もう見た感じそのものなんですけど、まあ、一緒にやってみたいと思いましてね。でパーカッションの田中さんと3人でトリオを組みまして、で西成のおでん屋さんのところでシリーズを始めたんです。で2ヶ月に行ってずっとそのおでん屋さんの主人が、企画構成衣装全部考えて、で時々西成警察の方も参加したりしてずっとパフォーマンスやってきたりしたんですけど、大変楽しい7年間を過ごしてきたんですね。それで、まあ、名古屋の大道芸のお祭りにも一緒に行ったりして、私もちょっと最近しんどくなってきて、ちょっとその辺は引退してるんですけど、最近はちょっとあんまりお付き合いできてないんですけど、結局まあ面白いやって面白い、私の音楽に何をやってもまあ彼は吸い取ってくれると、もう反応してくれると、一番気持ちのいい相手です。はい、以上です。性格的にはどうですか？性格ですか？性格彼ね、彼は来るものを拒まずで、大変、まあ、広い心を持った人なんですけども、まあ、ちょっとあれですね、でやろう、自分の世界、自分の世界、もちろん自信持ってあるんですけど、その後パフォーマンス終わった後、ぐだぐだと飲み続けるのがですね、私飲めないんでね、それはかなわんなと思いましてですねお付き合いがちょっと難しいなと思って、そういう意味では難しいというところがありますね来週の話続きですからね、はい、thank you.
マリーさんと出会ったのは十何年前かちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、年1回の時代劇に、まあ、一緒にさしてもらって、でその中で 3,4 回マリーさんと絡むシーンをやらせていただいてね、すごい面白かったし、まあマリーさんと一緒にお芝居の中で踊ったこともあるんです。踊る言うても私は、まあ、ダンスそんなにっていうかダンスはできないんですけど、まあ音楽に乗ってというか歌いながら、うん、センスでこうバーって適当にやってただけなんですけど、うん、面白かった、すごい面白かったですね。マリーさんは一言で言うならば、私は演出任せみたいなところに未来型ダンサーです。おお、影響いっぱい受けてます。そんなこと言うなよ、すごい怖い。人のせいにしてるやん、それ。いや、マリーさんのおかげで元気でいられます。楽しいです。私の悪いとか全部デカルコマリン。それデカルコマリン。それデカルコマリン。そうそうそう。どんな人？誰が？デカルコマリーって。マリさんって、マリさんってどんな人？クッとこっち見てこんな人や。こんな人、こんな人。こんな人や。これがマリさんです。そこは。Thank you.
それ面白いのって聞いてくる人がよくいるんですけど、僕らもやってみな面白いかどうか分からへんわけで、ただ面白くないことをしようと思ってやってるわけじゃない。ただそれ面白いのかと聞かれて、いやこれ絶対面白いですよってそういう嘘も言われへんし、なんか、最近の客は生意気ですよねと思います。そんな面白いかって言うんやったらお前がやれって言いたくなりますよね。でもまあそうも言ってられないんで、ただやる側はねちょっとでも面白くしようと思ってやってるのは確かです。そやけど失礼ですよね。こんなんやんねんって、それ面白いのって聞いてくるっていうのが。
Oh.
限界考えてやれよお前ら。ぐらいかな。ありがとうございます。いやまあ好きなようにやったらええねんけどさ。疲れた。